けに来ているんですけれども、どこに行ってると思いますか？格好的に雪山。雪山です。雪山。はい、ということでですね、今回は自動販売機に行きたいと思います。自販機に行くの。飲み物しかない。大丈夫だろ。大丈夫。それではついてきてください。はい、おいで。到着しました。ということでですね、今日はいろいろなお惣菜や高級食材が買えちゃうピッポンさんにやってきました。やったー。今日はね、ご飯を買ってみんなで食べようという企画になっています。楽しみだね。楽しみです。じゃあ早速中に入っていきましょう。行きます。どうやら色の種類あるね。これはどれぐらい買ってよろしいのでしょうか？はい、そうですね、今回は全員でみんなで1万円分買っていただきます。1万円分、はい、結構ありますよね。楽しみですね。ちなみにさっき高級食材って言ったのすごく気になってるんです。確かに、探してみようよ。探そう。どこだろう、すごい中華みたいなのもあるよ。うわー、全部高級食材に見えちゃう。すごいよ。すごい、チャコブリアンだって。これじゃない？これは。すごい。キャビアじゃないですか？キャビア。すごい。みんなキャビア食べたことある？ない。私もない。じゃああれだね。これ楽しみにちょっと。みんなでね。人生初キャビア。すごい。キャビア。最後にキャビアを食べていきたいと思いますので。はい、じゃあね、買っていこう。何か。どうしよう。ね、すごいよ。進んでいこう。美味しそう。韓国、ね、あ、韓国が2個あるね。すごい。アリスとかめっちゃ食べてるイメージ。韓国料理だ。あ、これ夢あるよ。夢あるよ。え、すごい。和食用ってすごい。すごい。単純だからさ、赤って言うだけで辛いのかも。あんまりだから韓国系挑戦したことないかも。辛いの食べれない。うん、いける。今いけない流れだって。はい、じゃあ患者せを買っていきたいと思います。じゃあ葵が押してください。どうぞ。責任重大だぜ。あ、残されなかった。え、これどこ？え、確かにここ、これ、あ、これだ。1? S1? 左の左の1の。あ、すごいすごい。なんか画期的な18番。いいよ。いきますよ。わっ、女子会しちゃおう。
ないでね。間違いないでね。
したものをね今並べてみたんですけれども、こちらからこれがカレーバターチキンカレードリアバターチキンカレードリアですね。でこれがカンジャンセウ。でこちらにね、あのキャビアさんが、キャビアさんです。食べていきたいと思います。イエーイ。パーティーって感じ。パーティーだね。だって小籠包は女子会にって書いてあったからね。女子会しようよ。ありがとう。じゃあいただきます。小籠包。あれあれあれちょっとおかしい。ちょっとなんかあれ頑張れ。ちょっと待って。くっついてる？くっついてる？ちょっとくっつき目、あのあーやばい。小籠包さんがスプーンで取れる。スプーンで取れる。食べたらいいのこれ。それさ、エビさん、エビさん行きます。わあすごいんだけど。美味しそう。美味しそう。すごい。タレ染みてるよ。ね、タレ染み染みの。おお。美味しい。綺麗。いただきます。うん。うんうん。え、すごいプリプリそう。めっちゃ美味しそう。うんうん。うん。辛い。辛くない。いい、美味しそう。うんうん。どうしよう、この手。なんか、あれみたい。醤油漬けされたエビのお刺身みたいな。うん、醤油漬けって書いてたよね。あ、そうだね。書いてた。あの、舌がすごく良い。よかった。美味しい。ご飯と合う。ご飯と、ね、ご飯と食べたくなる。うわー、白米。ああ、トッポギだ。トッポギだ。一種類ずつ入ってるね。はい、どうぞ。ありがとう。お肉入ってるよね。冷やし、いただきます。
じゃないからさ、うんうん、すごい食べやすい。うん、うん、四角いの何？何これ？なんだ？なん、さつま天みたいな、さつま揚げみたいな。うんうん、あ、これさつま揚げ。なんか嘘ついてたらごめんなさい皆さん。私の味覚的に食べることが生きがいだから。食って食べるじゃん。だって今日さ、アリスは朝抜いてきたんでしょ。気合い十分。そうなんですよ。はい、ついてる。ついてる。じゃあ、あの待ちに待ったキャビアを食べていきたいと思います。こちらですね。あのサメの絵の書いてある高級の、ね、なんかさ、腕震えるもん、ちょっとどうしよう。落とさないようにしますね。せーの。すごい、すごい、めっちゃキラキラキラしてる。キラキラ、わあ、緊張する。手震える。あ、分けていきますか。じゃあ4等分するね。これ一すくい500円ぐらいだよ。すごい、やばい。あ、手震えて落ちた。あキャビアさん、すごい。500円を眺めてて待ってて。眺めて待ってて。アリスに500円が。500円。すごいね、なんか。握られるの怖い。怖い。食べられたくないって言ってる。いけるんだけど。あ、おいしい。できました。すごい。じゃあ、ありがとう。じゃあ、みんなで、うん、せーのでキャビアを。せーのでキャビアを食べますか。せーの。うん、なんだこの味が。え、なんか不思議な感じ。おお、なんか柔らかいんだね。柔らかいね。味するかと思ったら、うんうんうん、結構。え、これ卵ですよね。なんかちょっとさ、クリーミーじゃない？うん、そうだね。クリーミークリーミークリーミー、なんか、うんうん、食べました皆さん。食べもちょっと、うん、食べもちょっと、命がかかっちゃったね。じゃあ続いてはデザートコーナーに行きたいと思いまーす。はい、じゃあまずスコーンから行こうか。うん、じゃあ青い食べていいよ。え、どうしたらいい？これさ、え、かじっていい？いいよ、かじっちゃって。割ったりできない？かじっちゃえ、かじっちゃえ、かじっちゃえ、かじったら、かじっちゃえ。じゃあ行く。うん、はい、じゃあ青い食べていいよ。いやー、いただきます。はい。え、これなんだっけ。アップルシナモンスコーン。やばい、美味しそう。お、いいね、いい食べっぷり。うん、おいしい。おお、グーきました。いいね、スコーン、うん、アップルシナモン感じる。うん、おお、すごい。いいね、結構大きいよね、ね、大きい。あれだよね、こっちの水分がでしょ。持ってかれるよね。水分が全部なくなるかと。おいしい？めっちゃおいしい。いいね、おいしそう。なんかね、リンゴがすっごいおいしい。なんか結構歯ごたえがある、うん、あ、入ってるんだ、果肉。え、めっちゃ入ってる、入ってる。え、果肉も入ってるの？そう、すごい、リンゴ入ってる。いいね。じゃあ、楽しみなアイスちゃんたちをいただきたいと思います。なんかね、私のだけさ、ちょっとね、身長が高いのよ。高いよね。なんでなんで、ね、なんかキラキラして。なんかね、全然違う。そうそうそう。狼いない。狼いない。落ちないんだけどね。じゃあ食べました。いただきましょう。みんな何味なの？私は黒糖バナナにしました。いいね。私は焼き芋ミルクにしました。いいね。私はね、トリプルベリーです。いいね。私は黒豆です。黒豆美味しそう。パッカンしていいですか？待って、ちょっと待って。黒糖の部分、黒糖が、お芋が見えました。あ、お芋あるね。黒豆が見えますね。私も黒糖が見えます。黒糖がこっちに単品で食べれるね。黒糖単品で。いただきます。いい感じに、あの、溶けてる。どうありそう。めっちゃお芋です。おお、いいね。芋だ。芋、めっちゃ芋です。めっちゃ美味しい。
っちゃ甘酸っぱい。トリプル。いいね。あ、すごい。めっちゃバナナを感じますね。おー、いいね。ごめん、一口目までいくと入ってる、なんか入ってる、本当だ、黒糖、あ、そういうこと、これはなんだ、これも黒糖じゃない、あ、で、黒糖いっぱい入ってるのかな、すごい、いいじゃん、いいの、いいね、おやおやおや、あのね、味はエヴァ味わうほど黒豆を感じるって感じ、あ、噛めば噛むほどみたいな、うんうん、美味しい、あの、香ばしい、あ、ちょ、ごめん、時差がごめん、めっちゃ時差なんか、あの、なくなる瞬間にあの、黒豆の風味がふわふわふわってくる、ちょっと待って、餅入ってるんだけど、え、餅入ってるの、え、これ餅じゃない、え、すごい、すごい、すごい、餅だ、こんなさ、豪華なやつ初めてすごいね、なんかさ、自動販売機でさ、こんな、なんか、なんだろう、前菜からデザートまでみたいな感じの感じじゃない、そうそう、フルコースでさ、楽しめるのすごいね、うん、ということで、一通り食べれましたけれども、うん、じゃあ今日一日どうだった、アリス、もう自動販売機なのにこんなに美味しく食べれるって本当にすごいなと思いました、うん、いいね、美味しかったです、美味しかったです、ありがとうございます、ありがとうございました、もうとてもね、楽しい企画をできてね、嬉しかったね、ありがとうございます、ということで最後まで見ていただきありがとうございました、この動画がいいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします、お願いします、それでは以上、リアリーイコールジョイでした、ありがとうございました、ごめんなさい、バイバイ